どうも皆さん、やっはろーれんでございます。そしてどうもたけちゃんです。はい、奇跡の4連勝をかましております。幻の4連勝だよ、それは。幻なの？いや、だって本来はありえてない試合だからね、これ。いや、だって奇跡が起きてるのかもしれないじゃない。どっかの誰かさんに機材トラブルが。僕らはという夢を見たんだよ。一生いっぱいという夢を見たんだよ。その後エキシビジョンで俺10点取ったじゃん。取ってねえよ。え？あれ10点で取られるんじゃねえよ。だっていいよっつったじゃん。いいよとは言ってねえ。戦いの先へ。殺意の波動に目覚めてんだよな、そのビュー。で、だから僕は、だからバルログとチュンリーでやった時に勝ったじゃないですか。あれはエキシビションであって別に本編関係ねえからな。じゃあさ、ラストは10点ってこといいですねっすよ。あ、16点ってこといいですねっすよ。10点がいいんじゃないって言うから、10点入って。10点がいいんじゃないっていうか、10点で足りんじゃないって言っただけであって、俺って別にいいよとは一言も言ってねえんだよな。でも俺勝った時にこれで10点入っていくわけですよねみたいなこと言ってたじゃんかよ。これで10点かよって確認しただけだな。まあ音が入ってないからわかんねえんだよな。神の味噌汁なんだよな。なんとも確認するすべがねえだろ。おう、おお、すごい、はい、芯が入った。いえ、強っ、強っ、竜竜強い。勝った本人が分かってない。おお、飛んでた。こいつにな。あれ？ありえ。ありえ。ありえ。お。あ、ミスった。うん、そう。あぶね。そう。ちょっと焦った。ちょっと焦った。出来損ないが。出来損ないと呼ぶなっつってんだろうか。呼ぶなって言われたら呼びたくないっつってさ、あれよ。おお、出た、それかっこよ。これだったっけ。チャー、あ、竜巻か。竜巻ラウンド4ファイト。まずチャーなんて言うの。
オッケー。うわぁ。もう、もう、出来損ないね。出来損ないって呼ぶなっつってんだろ。お、上手。いや、やっぱ投げんのは好きだわ。やめろ、やめろ。あー、肩をつけてやる。終わりだ。やったねエクストラ勝利。あらら、あれ何連勝ですか。私珍しく勝っております。こうなってくるのヒールはただのヒールは俺だよね。はい、ということで、はい、11対15かなまで来ましたね。ちょっとドラマチックな展開になってきましたね。ゴタクはいい、始めようとか言われてます。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。